徹底抗戦都市モスクワっていう本なんだけども、ロシアっていうのは基本的に国自体が包囲された要塞だっていうふうに言われてるんで、常に外敵に対して戦う姿勢を見せなければ、あっという間に攻め滅ぼされてしまう。これがそのロシア人が昔から持ってる世界観なんだけども、なのでロシア語には安全という言葉がないんだよ。すごいよね。<laughs> 世界中の いわゆる言語で安全というか政府という単語がないのはもうロシア語だけなんだけどもその代わりにですね危険がないっていう言葉がロシア語にあるんだけれどもとりあえずそんな民族は世界中でロシアだけなんだよねでとりあえず攻められるのが怖い相手が強い時あんなにあいつが体を鍛えてるのはこっちを滅ぼすためだというふうに反射的に考えてしまうんだだから歴史上ねロシアにしてもソ連時代にしても ここまでモスクワという人が攻められたり、焼け、あの、焼かれたりした、あの、国っていうのはないんだよね。ロシア、モスクワって、あんなにでかい国なのに、なんだかんだ言っても異民族とか、いろんな国に、フランスとかドイツとかに攻め込まれて、ロシアが焼け野原になるっていうのをしょっちゅうね、<laughs> 経験してる。なのでですね、そのためもう、用心に次ぐ用心で、疑いに次ぐ疑いというのがロシア人の、 どうも根底にあるようだと。アメリカとのですね、1950年代、60年代の冷戦の時には、このアメリカが攻めてくるに違いないというふうに考えて予算立てて、軍備を固めたわけだよね。でもフルシチョフなど、まあソ連の実際のトップは実はアメリカと戦っても勝てないってことは分かっていると。なので、もう無茶苦茶なアピール。実はこんなに軍事開発したんだよってアピールばっかりやって、赤の広場前の有名な5月1日のパレードでは、 まあ、戦車とか飛行機がバン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 飛ぶんだけど、実はあの飛行機は、えー、同じやつが何回も何回も行き過ぎたらもう一回戻って飛んできたって話や、スプートニックの時に話した通り、とりあえずそんな風にして、自分たちを大きく見せないと、なんで大きく見せないかといけないのかというと、アメリカがもう来週にでも攻めてくると思ったんだ。アメリカはまさか、ソ連がそんな国とは思わないから、あ、なんであんなに軍備固めてるんだっていう風うなことで、逆にアメリカも同じような疑心暗鬼になってきて、 ロシアがもうすぐ攻めてくるに違いないと思って、お互いどん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 冷静の時の軍備が過剰になっていったと。この軍事体制は、この本によると、今も続いてると。クレムリンの近くではカーナビの GPS が来る。これ本当なんだよ。本当にね、僕もね、持ってったら、Google マップがね、クレムリンの中に入ると狂い出すんだよね。原因はね、電子戦兵器が クレムリンの中に装備されてて、クレムリン宮殿の中に装備っていうかね、それなんか移動することができるらしいんだけども、稼働してると。それはね、どうもドローン対策らしいんだよね。ドローンが飛んできてクレムリンを襲わないように GPS を狂わせるような兵器がクレムリン宮殿の中にあると。これはね、外国からの攻撃だけを 警戒してるわけじゃないんだよ。モスクワやクレムリンを攻める最大の敵の一つは、さっきも話したようにね、あの、同じロシア人でもあるんだよね。すごいよ。ロシアってね、しょっちゅう農民が放棄してクレムリンを焼き尽くそうとしてるんだよね。で、それどころかね、その時に城を守るコノエ兵っているじゃん。このコノエ兵もしょっちゅう怒ってクレムリンを襲うんだよね。だから、城の 外側に外敵も襲ってくる同じロシアの他の民族も襲ってくるで,でそのクレムリンの外側で農業をやってる農民も襲ってくるでその農民に対して全部に対してそれを守ってくれるはずの城の中のこの衛兵も結構しょっちゅう放棄してでクレムリンの中で火を放つっていうふうなことをやってるおかげでもう本当に用心継ぐ用心というか何かあると責められるに違いないっていうのが基本的な姿勢になっちゃってるわけなんだよね。なので このね、地球の歩き方を見ても、クレムリンは一つの要塞であり、敵国や民衆から宮殿を守る。 城壁であるっていうふうに書いてあって、俺なんか読んですごい笑ったんだけども、ガイド本にまで、クレムリンは一つの要塞であって、敵国や民衆から城を守るって書いてあって、どこの世界にそんな城があるんだ <laughs>。まあそういう暗い過去があるんだよね。なので、ロシアの古い笑い話でですね、ロシアには友好国はいない。 しかし、友好国なんかいないと、我々にいるのは、単に自分たちが支配している国と敵対している国がいるだけだと。しかし、ロシアは寂しくはない。なんでかというと、ロシアには2人の友がいると、ロシア陸軍とロシア艦隊だっていう。<laughs> なんかね、これね、ロシアジョークなんだけど、つまり、陸軍も海軍も、国の言うことは聞かないという意味なんだよね。<laughs> だから、まあ、友達というポジションなんだけど。 他には仲のいい国がない全部ロシアの敵だでも寂しくはないんだ俺たちには海軍と陸軍がいるっていうことを聞いてくれない海軍と陸軍。こういうねロシアの帝国時代からすごかった猜疑心っていうのがソ連という。 いわゆる世界最初の社会主義の国になってからもう大爆発なんだよね今すぐアメリカが原爆を積んだ飛行機で攻めてくるに違いないという,うに考えて夜も寝られなくなったで一生懸命核ミサイル作ったのはもうとりあえず核ミサイルのデモンストレーションとしてあのちょっとでも早く人工衛星を上げてアメリカに対して俺たちを襲ってきたらこれで返しするぞっていうのを見せるためだったんだよね。 で今のロシアもですね、すごい勢いで、21世紀に入ってから兵器開発を始めてます、えクリミアやウクライナの紛争で、まあ、国際的にね、ロシアがやっぱ孤立してるというのもあるんだけども、そのね、新兵器のね、開発速度がもうとにかくすごい、今のロシアの新兵器の開発速度っていうのは、もうね、戦争末期のね、ジオンみたいになってるんだよね。ごめん ガンダム世代じゃないからジオンみたいって言われてもよくわかんない。そうかもわかんない。あのね、機動戦士ガンダムの本放送の時っていう、あのシリーズがね、真ん中になったあたりから、毎週的のジオンの秘密兵器とか、あと新型モビルスーツがどんどん登場というようになったんだよ。で、もちろんそれは視聴率が悪かったので、スポンサーのおもちゃ会社の えー、が、ね「いい加減にしろというふうに助けを求めたのがテコこ入れだったんだで今のロシアはその原油価格の長期低迷というのがあったりもともとロシア人の用心深さあとは人気を上げたいプーチン大統領の事情というのがあ分かった、それがお金がなくなってヤバくなってきたガンダム後半と同じなんだね。おそロシア